はい、こんにちは、さくらです。今日は Steam 版 VTube Studio の基本的な使い方、その2を紹介していきます。今回は全部で5つ。スクリーンショット、自撮り、アイテムの追加、OBS へ透過出力、移動の設定、ガチ恋距離、物理の設定、以上5つを紹介していきます。また、アバターの変更やカメラの設定は、以前の動画をご視聴ください。それでは、早速やっていきましょう。スクリーンショット、自撮りのやり方。画面左側、人型アイコン隣のアイコンをクリックします。スクリーンショット、自撮りが表示されます。デフォルトのタイマーは3秒に設定されていますので、必要に応じて数値を変更してください。また、デフォルトで背景を透明にするがオンになっています。これも状況に応じて変更してください。設定が終わったら、最後に OK を押すと、スクリーンショットを撮ることができます。撮り終わったら、保存かシェアの好きな方を選んでください。背景を透明にするをオンにした場合は、保存したファイルの背景が白くなっています。このファイルを編集ソフトで編集すれば、好きな背景にすることができます。この時、クロマキー合成とかは必要ありません。サムネとか作るときに便利です。背景を透明にするをオフにした場合は、保存したファイルの背景が、VTube Studio で使用している背景が表示されたものになります。アイテムの追加方法。アイテムを使いたい場合は、画面左側、ピクチャーアイコン隣の星アイコンをクリックして、数種類のアイテムから選択するのが通常です。自分で用意したファイルを使いたいときは、VTube Studio のアイテムフォルダーにデータを入れることで選択が可能です。また、用意したファイルをドラッグ&ドロップで表示させることも可能です。注意としてこの方法だと VTube Studio のアイテムフォルダーに追加はされないみたいです。OBS へ透過出力する方法。画面左側、ピクチャーアイコンをクリックします。背景選択からカラーピクチャーを選び、透明をオンにします。OBS を起動して、ソースでゲームキャプチャーを追加します。ゲームキャプチャーのプロパティで、透過を許可にチェックを入れます。ソースで画像や映像を追加します。ソースの順番は、1番上にゲームキャプチャー、2番目に画像や映像にすれば、アバターの背景に画像や映像が表示されます。移動の設定、ガチ恋距離ですが、画面上、人型アイコンをクリックします。右側にメニューが表示されます。この中に移動の設定、ガチ恋距離が表示されます。デフォルトだと、使うがオンになっていると思います。オンにすると、カメラに近づいたり離れたりすると、画面上でも近づいたり離れたりします。オフにすれば、カメラに近づいたり離れたりしても何も起きません。これは必要に応じて使い分けをしたらいいと思います。
物理の設定方法。画面上、人型アイコンをクリックします。右側にメニューが表示されます。少し下の方に物理の設定が表示されます。デフォルトではスタンダオンになっていると思います。物理の倍率と風の強さの数値を変更すると動きが変わります。オフにすれば何も動きません。以上でスチーム版 VTube スタジオの基本的な使い方その2になります。この動画が何かの参考になればと思います。それじゃあまたね。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは私が思っていることや体験談をお伝えするチャンネルになります。よろしければチャンネル登録お願いします。